はい、本日8月の20日、時刻は1時を過ぎたところであります。今日はですね、能古島に田中慎介事務所のキャンプを来ておりますに来ておりますが、今回設営をしたインターン20期生に、いくつかちょっと聞いてみたいと思いますが、はい、どうでしたか今日は1日。もう一から企画をしてこう順序立ててやっていくっていうのはすごい難しいことで、やっぱ思う通りにいかないことも多かったんですけど、まあ、先輩たちの力を借りながら、まあ、なんとか乗り越えられたかなと思います。はい、どうぞ。そうですね、今日いろんな方が来てくれて、すごいいろんな話もできたし、特に皆さんと民生党とか田中慎介議員について語ることができて楽しかったです。いろいろと準備をしてもらって、昨日いろいろ詰め込んできて、なかなかうまくいかないこともあるだろうなと思ったんですけど、カレーは意外とよくできたと。美味しかったね、カレーはもらったもらった、うん、カレー食べてない、うん、はい、ということで、明日の午前中まで、キャンプですけれども、まあ、明日の意気込みか、あるいは今日楽しかったことと何かあれば一言ずつ、はい、まあ、明日皆様をちゃんと港までお返しするまでがキャンプなので、なんかやらかさないように気を張って最後まで行きたいと思います。あと今日先輩方、初めて会った先輩方も多かったんですが、いろいろ人生とは何かみたいな話からインターンについていろいろ聞けたので、これからの明日からですかね、明後日からまたインターンに行かせていきたいと思います。はい、明日の朝ごはんはそうめんなんですけど、ゆで卵まで準備して、もう朝ごはんですからしっかり食べて家に帰られるように頑張りたいと思います。はい、明日とそうめんの準備を朝起きてしっかりやってとキャンプを成功させたいなと思います。はい、はい、みんな、ね、朝早くからね、今眠い中もう1時過ぎでまあこの後はもうゆっくり寝て、また明日も最後まで、頑張ってほしいと思います。はい、能古島から、お送りいたしました。はい、お疲れ様でした。